じゃあ始めてよろしいでしょうか。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。棋神戦3回戦、佐藤天彦九段を破って、自身A級初勝利を挙げた中村太地八段に、少しお話を伺います。感想戦終了したばかりで恐縮ですが、伺えたらと思います。本局、序盤から6桂と跳ねて、飛車も引かずに、居玉のまま戦うという選択されました。まあ、グランド将棋になりまして、予定だったと思うんですが、かなり積極的な作戦を、使われたと思うんですが、そのあたり序盤を振り返っていただいていかがだったでしょうか。もうですね、本局を迎えるにあたって矢倉だったらこういう感じで積極的に行こうと思ってました。ただ先手の対応もいろいろ形があるところで、ちょっとどういう展開なのか分からなかったんですけど、本局は2四歩をちょっと歩で取るべきか角で取るべきか、ちょっともう少し深く読んで刺さなければいけなかったところで、あまり自信のない序中盤戦になってしまったかなというふうに思いました。はい、天彦さんもあんまり時間使わずにガンガン差し進められている中で、結構積極的に攻めている側としてはすごく不気味と言いますか、そうですね、なんですか、想定通りの展開だったんだと思うんですけど、ちょっとこっちも形をちょっとですね、ちょっとなんか誤算があったというか勘違いしてしまったところがあって、筆取って3五歩の展開はあんまりこちらが惜しくなかったと思うので、ちょっと2四同角の変化で指さなければいけないなと、ちょっと安易に指してしまったの、大きな反省材ですね。桂成り実現したあたりはどのようにご覧になったんでしょうか。本当に苦しいと思ったんですけれど、先手に楽をさせないようにという思いで、はい、打たれかかるような指し方でやりました。ちょっと他の辺からと一気に負けになってしまう恐れがあったので、苦しいながらも粘り強く指そうかなというふうに言いました。そこら辺も含めて形勢判断もかなり難しい将棋だったのかなと思うんですけれども、駒の損得ともかなり微細なところがあり、一局通して計算としてはどのような流れと見てあったんでしょうか。そうですね、夜間総戦であっても中終盤の変化がとても難しくて、形勢が、なんていうか、つむつまないが形勢に直結する感じなので、間総戦やってもまだ何かいろいろな手はありそうなので、とまた振り返って考えないとわからない将棋だったかなと思うんですけど、ただ先手も大変な将棋だったんだなっていうのが分かりました。その感想戦でもかなり再三、精査されていた、5二歩からの8一飛車と打ち込まれたあたりっていうのも有休の前後かなと思うんですけど、あのあたりは難しかったとしか言わないところかなと思うんですが、いかがでしたでしょうか。そうですね、難しかったですね。ただ5二歩、確かに5四歩が入るかどうかが本当全てだったっていうような感じだったかもしれないですね。5二歩に6二玉が、意外にこちらがなんていうか、手がつきづらい感じになったので、ちょっと本譜の展開は、先手が思わしくなかったようですね。ちょっとやってる時はよく分かんないままやってたんですけど、進んでみると確かに先手が勝てない流れだったような気がします。5八歩から、まっすぐがつながるというか形になって、7二金あたりでその少し差が開いていったのかなと、実際具体的に良くなったなというのはどのあたりだったでしょうか。そうですね、7二金がないとすごい難しい変化だったと思うんですけど、7二金があると確かにはっきり後手が勝ちでいいような展開だったので、そうですね、7二金ってちょっと変わった手ですけど、局面ではぴったりだったので、
まあ、読み抜けがなければいけそうかなというふうには思ってました。ありがとうございます。まあ、3回戦で、黒星という形で迎えた3回戦になります。AK初参加で AK初勝利、ご自身にとっても AK初勝利になりましたが、率直に、まあ、終わったばかりですけれども、どのような、お気持ちでいらっしゃいますでしょうか。そうですね、いや、この局も苦しい展開だったんですけれど、まあ、一つ勝てたことは良かったかなと思います。まあ、まだまだ苦しい展開ですけど、まあ、少し前向きにというか、はい、捉えてまた次局に向けて臨めるかなというふうに思います。6月から3ヶ月A級順位戦と向き合って、まあ、もちろん対局の日だけでなく A 級というところで戦っておられると思うんですけれども、まあ、2局目もかなり終盤いい将棋をされて、まあ、不本意な結果になられたと思うんですが、A 級順位戦を戦っているというのは開幕して3戦戦われて、どのような、やはり今までと、まあ、今までも厳しい戦いではあったと思うんですけども、A級を戦っているということを改めて伺えたなと思います。そうですね、やはり、まあ、一局が濃密で、盤上に現れない変化もすごく複雑で大変な勝負ですけれども、まあ、ね、まあ、なんていうかやりがいがあるというか、まあ、こうした舞台で戦えるっていうのは、まあ、ありがたいことだなというふうには思ってます。失礼ですが、まあ、今期入って、まあ、なかなか白星も伸びないという、滝戦も含めてという状態であったかと思います。ご自身としては状態としては今期どのように、捉えてらっしゃったんでしょうか。そうですね、まあ、調子がいい悪いとかではなく、ちょっと、まあ、足りない部分が多いので、まあ、もっと力をつけなきゃいけないなというふうに思いますね。基準戦残り6局になります。まあ、今日、一つ、転したことですごく残り6局への向かい方も変わってくるのかなと思うんですが、まあ、全員強敵というところかと思うんですけれども、今後に向けてお話を伺えたらと思います。そうですね、まあ、本当順位戦はどのクラスでも全ての人が強敵で大変な勝負ばかりですけれど、まあ、相手のことは意識せず、なんか自分がいいパフォーマンスをできるように、はい、まあ、納得いく勝利をさせるかなというふうに思います。佐藤九段とは16年ぶりの順位戦でした。新2で、四段同士で、指された将棋があります。その当時の記憶などは、まあ、そうですね、10代だった、もちろんあります。ご機嫌の中でしか見ないですね、はい、すごく印象に残っている将棋で、まあ、佐藤九段とは年齢も前年の同じ年ですし、この曲も楽しみにしていたですけど、まあ、人選はもう佐藤九段はあっという間に駆け上がられて名人も取られてて、まあ、ね、まあ、なんていうか、まあ、すごく遠い存在ですけれど、まあ、でもこうして E級でさせたことはとても喜ばしく思います。ありがとうございます。最後に、戦いの最中に一息つくコーヒーの味はいかがだったでしょうか。あ、そうですね、ジャンバコーヒーさんにもですね、支えていただいて、対局で、まあ、すごく難しい局面を迎えている時も、美味しいコーヒーで癒しとなってますので、すごくありがたいですね。このポットで届けていただいているので、対局前にすごく本当に支えていただいているなというふうに感謝しています。
長く伺ってしまいました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっと追加でいいですか？丸山さん大丈夫ですか？あ、じゃあ、まあ、せっかくなんで、なんか今後の予定とか告知がもしあれば。今後の予定って何かお仕事とか対局以外いろいろありそうですけどね。なんか PR することとかある？なんかあった気がするな。なんだっけな。なんか今日リリースでなんかオセロとかなんか感じた。なんだろう、自分も YouTube やってるので、ぜひチャンネル登録を嬉しく思います。はい、そうですね。ちょっとでも、頭が回ってなく、何かあったような気もしますけど、ちょっと思い浮かべますね。はい、すみません。YouTube を、共に盛り上げましょう。そうですね。はい、はい、ぜひ。何かですね、コラボしていただけたら、はい、コラボ企画ぜひお願いしますよ。うん、いや、そうですね、なんかその、朝日さんの、なんていうか、ぜひ寄付を使わせていただいて、すごい詳しい解説とかやらせていただいたらという、もう思い、勝手に構想は。いやいやいや、もう何でもやるつもりです。ぜひ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。じゃあ、この生中継まだ続いてるんですけれども、はい。